んばんは、こんにちは、リュウヘイです。前回ボーイのパッキングの音の作り方を皆さんと一緒にやりましたけど、今回はギターソロの音をですね、また皆さんと一緒に作りたいかなと、ちょっと手短になんですけど、基本一緒です。前回とね、ベースの部分は全く一緒なんです。でパッキングではこの TS ドライブっていうのを使ってたんですけれども、オーバードライブですね。これソロの音では、歪みにラットのシミュレーターを使っております。あまり歪ませすぎずでも足りなくないほどに、でトーンはですね、これラットだと今69にしとけば6ということで、このぐらいでいいかと。トーン上げていく、上げていくほどこれちょっとトーンが曇っていくんですけれども、結構こう曇り気味というか、あんまりこうカリッとしたオープンな明るい感じの音ではなく、ちょっとトーンを抑え気味。ボスのねディストーションでも本当何でもいいんですよ、皆さんが使ってるものでこういう感じの音になればいいかなと。こういう感じになればいいかなと思います。でディレイタイムはだいたい350ぐらい、349でしたね。349にしてあります。あと欠かせないのが、欠かせないとか、私が欠かせないと思っているのがこれですね。この僕のエフェクターではゲートリバーブっていうのを最後にかけてるんですけど、こういう音ですね。布袋さんボーイの頃よく使いますね。ギターソロなんか、あと曲の終わりの方とかね、わーっと盛り上げる時に使ってますね。こういう。いいですね。ダンシング・イン・ザ・プレジャーランドでも使ってますね、これね。この音僕も大好きなんですけれども、これもゲートリバーブに限りません。プレートリバーブでもホールリバーブでも皆さんのエフェクターにあるものでいいんですけども、こういう感じの結構深めでグワンとした感じの音がいいと思います。叫んでるような感じがね、より一層増してかっこいいかと思います。でゲートリバーブ一番最後ですね、ここにあります。他のセッティングは前回説明したものと全く一緒なんで、ぜひこんな感じでソロの音を作ってみてください。あとこの音ですね、バッキングにちょっと足してるっていうのは結構レコーディングでも見られますね。今回アップしてるホンキートンキークレイジーでもちょっとやってみたんです。レコーディングを再現してやってみたんですけども、上の方にねこの音、リバーブがかかったこの音をちょっとバッキングの右側の方に寄せてねやってます。こんな感じでね、ディレイカットしてるんですけど、ディレイをカットしてリバーブだけかけて、それをバッキングにうっすら混ぜて右側に寄せて、こんな感じの音を出してますんで、ちょっとね、そちらの方も聞いてみてください。それでは、ボーイのその音、こんな感じですね。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ルヘイでした。